細野道夫君の日高清水公園内、秋田県五国神社の裏、細野道夫は日本の政治家。日本社会党衆議院議員。立教大学教授。弁護士。愛知県天郡八海村出身。父、達三郎も弁護士。東京帝国大学に入り、三輪の受葬らと新人会に参加する。帝大卒業後の1 9 2二年に、 立教大学教授となる。その後弁護士となり、労働運動や農民運動に携わる。高野岩三郎主催の大原社会問題研究所、食託、星島次郎の中央法律研究所所員、アニマエダ古作葬儀では、終始、古作農民側の弁護士を務めた。農民労働党、日本労働党、社会大衆党などの役員を務めたこの他、 法政大学講師も務めた。昭和4年から横手町で弁護士開業。戦後の1946年の第22回衆議院議員総選挙で、秋田県から日本社会党を公認で立候補して、初当選し、以来5期務める。足田内閣では、文部政務次官を務めた。社会党内では、中央執行委員、第2次会長などを歴任した。 社会党分裂後は右派に所属1955年在職中に死去した。昭和32年9月に秋田市高清水公園に細野の石踏みが建てられた。碑文は川上上太郎によるものである。ありがとうございます。